どうも、星ゆ太です。Vlog チェックいただきありがとうございます。さあ、えー、先週を振り返りましょう。そういう感じでですね、音楽活動のことを一応記録として話していくということで、えー、Vlog やっておりまして、だいたい週1回ぐらい更新してみております。最近はですね、ライブが結構復活してますので、そのことをですね、えー、まあ 思い出というか、ここ、こうだったな、みたいなことをしっかり残して、えー、先に進みたいなという気持ちでやっております。6月の4日土曜日と5日日曜日ですね、えー、どっちもライブでして、えー、いろいろありましたので、えー、かいつまんでぎゅっ、えーギュッとまとめながら喋っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。えー、まずはですね、えー、どう日を経てですね、僕は結構ボロボロです。 <laughs> これですね、月曜の夕方よ、夜か、夜に撮ってるんですけど、えー、今日は僕はですね、ボロボロです。はい。なので、ちょっといつもよりですね、えー、声低いです。ボロボロです。でも元気なので、ご安心ください。えー、それだけですね、土日に結構こう全力でライブもやりましたし、えー、その後の打ち上げというか、その一日全体も楽しいんだかなという感じがしております。非常にいい土日でした。 土曜日はですね、えー、僕がやってるダルジャブステップクラブっていうバンドですね、えー、再始動して新体制でライブ3回目でございました。えー、お昼のイベントでですね、えー、僕らデ番トップだったんですけれども、お昼もお昼というか、えー、午前11時50分ライブスタートっていうですね、朝 <laughs> 練<サレ> <laughs> という感じで <laughs>、えー 久しぶりでしたね。午前中にライブやるってこと自体が。ライブハウスに9時半入りとか僕したんですけど、ハエって。それはハエって。<laughs> でもね、すごいお客さんいっぱい来てくださっていて、えー、皆さんの気合も感じました。ありがとうございました。下北沢のエラっていうところのですね、ね20周年の,あの記念のイベントっていうのと、あとはですね、ワンインナミリオンとアリガーノンフレンズっていうですね、まあ 後輩というか、ヤングのイケ、イケヤンの、イケてるヤングの共同企画にですね、オープニングゲストみたいな感じで呼んでいただきまして、えー、出てきました。はい。で、えー、アリガーノンフレンズと、ワンインナミリオンは割とこうロックバンドというかね、歌なしありと、それぞれありますけど、彼らは同世代なのかなそれに対して僕らダルジャブステップクラブは多分ちょっと、 世代も違うし、シーンも違います。で、さらに、えー、ダルジャブはですね、活動再開を宣言したけど、まだライブを一回もやってない頃にですね、えー、誘いたいというふうに連絡をくれて、えー、こういうオファーってすごい嬉しいですよね。ダ、ま、ルジャブ再始動したはいいけど、約2年ぐらいライブ活動全くやってませんでしたし、メンバーの構成も変わったりし、 するととといいうこころろまででは告知していたただったんでそんな状態でですね、ライブがオファー来る時点でめちゃくちゃ嬉しいんですよね。うん、そんな気持ちで感謝をですね、彼ら2バンドにも。 ぶつけつつ来てくれたお客さんとか、えー、長く続いているエラーにもですね、ぶつける感じで楽しく演奏できたのではないかなと思っております。初、初ライブ、新体制初ライブだったのが5月の6日で約1ヶ月経って、その間にスタジオにも入ってますし、ライブは3回目ということで、割と なんか、硬さが取れてきたっていうか、あの、こんな感じで、今後の新編成をやっていくんだなという感じが見えてきつつあるライブだったということで、えー、割とぶちかませたんじゃないかなと思ってます。まあもちろん全然まだまだ、えー、もっともっとよくできますし、曲もいろんな曲、あの曲とかこの曲とかやりたいとか、曲も新しく作っていきたいんですけれども。 楽しい日になったのではないかと思っております。来てくださった皆様、チェックしてくださった皆様、ありがとうございました。で、打ち上げなんていうのもですね、久しぶりに、えー、しっかり噛ませまして、お昼のライブってことはですね、ライブが終わるの早いですから、その後打ち上げる時間も長いわけですよね。で、ダルジャブメンバーはみんな残って、打ち上げやる気ゃないでしょみたいな、えー、そういうコンディションとスタンスだったので、もがっつり、えー、みんなで乾杯しまして、 その中でですね、ちょっと一幕ありましてですね、えー、僕、ダルジャブの曲のある一部でですね、えー、ちょっとですね、口ずさんでたメロディーがあったんです。イー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 いーイ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 ーいーイ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 っイー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 いーイーイーイですーイ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 ー そういう風になんか歌えたとこがあったんですよ。はい。で、それを聞いていたですね、ドラムのごっちゃんがですね、あのメロディーなんかいいね、みたいなこと言ってくれて、あれライブでや,やっちゃえなよっていう話になったんで、それをライブで歌ってみたんですよ。これとある楽曲、なんとか、なんつうか、どっかで聞いたことのあるメロディーを、そのままなんとなく僕が歌っちゃったっていうだけの瞬間だったんですけど。でですね、それを、 見ていてくれた、ワンインナ a m i l l のギターのですね、藤谷慎吾くんがですね、打ち上げで、あの、星さんの、なんかの曲のどっかで、なんか、口ずさんでた曲ありましたよね。あれ、なんかの曲ですよね。何の曲でしたっけっていうふうに話しかけてくれたんですね。で、僕とごっちゃんは、そのく話を、その下りをした上でライブやったので、あ、気づいたみたいな感じで嬉しかったんですが、 ちょっと待てよと。まあ、そこに、アリがのフレンズのメンバーも、ワインのミリオのメンバーも、エラーの人も、ダルジャもみんないたんですけど、じゃあそのメロディーの曲って、なんていう曲な,なん、の曲っていうふうに、曲名がわかんないっていうことで、パニック状態に全員に陥るということがありました。みんなが知ってるメロディーなのに、 誰もその曲が何の曲かわかんないっていうチン現象です。皆さんわかりますイーボンボンボエーっていうメロディーです。これどうやって探せばいいかめちゃくちゃわからなくらいっすか で、これがまず完全打ち上げバイブスとなりましてですね、全員で、えー、いっぱいこう歌ってみたりとか、なんかネットで調べたり、Apple Music とかで検索かけたりしたんですけど、全然たどり着けなくて、えー、大混乱に陥るという最高の打ち上げでした。 そういう曲がしかも何曲もあってですね、なんか打ち上げでたまに起こる伝説的なバイブスというか、その場のみのグルーブってあるんですけれども、それが爆発的に起こってですね、打ち上げとかライブとか人と会ったりするのってめっちゃいいなっていうことを再認識している、したと。そんなような土曜日でした。最高でした。皆さん、今僕が歌った曲何の曲かわかりますかぜひわかった方はコメント欄に書いてみてください。<laughs> ああ、面白かった。そういう曲いっぱいあったんで、これからダルジャブのライブとかで、 少しずつ僕が、えー、こう、鼻歌で折り合い混ぜていって、みんなの興味を、気をそらそうと思っております。チェックよろしくお願いします。さあ、あとはですね、そこから日曜日、えー、それで土曜日、がっつり打ち上げまして、ヘロヘロな状態で、えー、僕は企画しまして、えー、からの日曜日ですね。はい、それはですね、僕がやってるソロのオズニャックのですね、 えー、ライブでお呼ばれしまして、で、オズニャックの中でもバンド編成で、サポートメンバー呼んでバンドでやるんじゃなくて、えー、僕が一人っきりでやるというマシンライブっていうのをあのたまにやるんですけど、それでお呼ばれしましてですね、ライブをやってきました。あの、サブスクに曲を配信する際に、えー、その、僕、 僕と Spotify とか、僕と Apple Music とかの間に入ってくれて、いろいろやってくれているフレンドシップっていうですね、チームの方々、まあ事業というかサービスというか、クルーというかチームというか、そういう方々がいるんですけど、そのフレンドシップが始まって3周年だったということで、そのお祝いというかアニバーサリーのイベント出てきました。呼ばれて、本当に嬉しかったです。 で、それはですね、5月25日に、下北3でダルジャブが出たライブもそれだったんですけれども、まあそのもうちょっと大きいサーキット版ということで、渋谷の5会場でやってたイベントにお呼ばれしまして、僕はですね、FS っていう、それこそフレンドシップが持っているライブスペース、バーというかライブスペースというところでライブやってきました。 で、えー、まあ本当にありがたい話で、まあ僕サブスクで結構、ダルジャブとかオズニャクとか、ホイホイリリース続けてるんですけれども、それはすべてフレンドシップの皆さんがいてくれてるからで、すごく円滑にですね、僕のものづくりを皆さん、リスナーの皆さんに届けるっていう、こう、インフラが、 整っているというか、そういう環境整備をすごくしてくれていて、すごく感謝しているチームの皆様です。で、さらにフレンドシップって立ち上げた時にですね、まあ先々はそういうフレンドシップを利用してリリースしているアーティスト同士をつなげるアクションをやっていったりとか、その中でイベントをやっていったりツアーをやっていったりとかっていう展開を考えていると。 いうふうに僕教えてもらってたんですけれども、それがもうまさに3周年っていうところで、バチバチにこう、大きい形、大きいね、イベントとなって、えー、訪れたということがすごいな、本当にということを思いました。多分1周年、2周年っていうタイミングでもイベントやられてたと思うんですけれども、まあ3っていうところで、えー、いいタイミングで、大規模で。 仕掛けたっていうのもすごいですよね。5月のですね、23から月火水木金で、下北沢3を5日間貸し切ってやってたとか、そういうのあったんですけど、僕が夫と昨日が出たイベントはもう大きいところ、渋谷のストリームホールと、スペースオッドとサーカスと、あとは FS とか、あと池辺楽器とか、そういうなんか5会場ぐらいこのサーキットという形でやってたので、 そこまで3周年でやっちゃうのって本当すごいなということを思いました。改めて本当いつもですね、スプレッドシップの皆様は僕を支えてくれて、まあ僕というかミュージシャンの多くのミュージシャン、イケてるミュージシャンを支えてくれてありがとうございます。あとリスナーと結びつけてくれてありがとうございます。3000年続いてください。どうぞこれからもよろしくお願いします。で、僕のライブはですね、マシンライブということで、バババババババキッとや,やらせていただいたんですけれども、その中でですね、 えー、ライトというバンドのベーシストの伊沢淳くんがですね、えー、入ってくれてですね、えー、初披露の新曲をお,お,お見せすることができました。はい。こんなことってありますか <laughs> あの、伊沢くんとはですね、ふぶくっていう曲を2月に共作でリリースしてまして、それももちろんフレンドシップからリリースさせていただいてるんです。フレンドシップを えー、経由してリリースさせていただいた作品なんですけれども、それの、まあ、第2弾というか、次のある曲作っちゃおうぜということで、また伊沢くんから、えー、神がかったフレーズが送られてきてですね。まあ、それを僕があ、あれ、アレンジというか、まあ、再構築というか、大分解というか、 フルリノベーションみたいなことをする感じで今曲作ってるんですけれども、まあそれを FS のあの場で、フレンドシップのあのイベントで初披露できたらいいねということで、制作を進めてって、え、ライブの前日に出来上がったんですけれども、それをリハナシのぶっつけ本番ということで披露してみました。見てくださった皆さんありがとうございました。ラッキーな瞬間に立ち会えたのではないかと思ってますよ。ザークのベースマジかっけえ。やべえ。で、それ、それもね、もちろんあの、 フレンドシップを経由して皆さんのもとにリリースしますんで割とすぐにお届けできると思いますのでぜひ楽しみに待っていてください。でそんなボズニアックのライブ終わりましてその後、元寝言の増田瑞きさんがやってるソロの「ミーダー」 のライブがあって、その後に鳥ということで、ライトの伊沢くんのソロっていうので、その FS のステージ及びフレンドシップのあのイベント自体がクロージングしたわけなんですけど、その伊沢くんのライブセットの一番最後の曲にですね、さっき話した2月にリリースしている共作曲のふぶくっていうのをやりまして、そこでも僕1曲、まあ、ゲスト的な感じでまた入ってパフォーマンスさせていただきました。 で、そこでは、えー、まあ、マシーンというか、曲の管理とエフェクトを僕がやって、伊沢くんがベースを弾き、タッピングとか、もう何やってるかわかんない、超絶かっこいいベースを弾きっていう曲なんですけど、さらに、えー、そこで、えー、増田水木さんですね、まあ、ミーダが、ギターで登場するという神展開、神コラボが起こりまして、最高でした。見てくださった皆様もそう思ったんじゃないですか。最高だと。最高だった。 かっけー <laughs>、水木さんギターめちゃくちゃかっこいいんすよね。ソロの歌も曲もめちゃ素敵で僕めちゃくちゃ好きな音楽だし素敵な人だなという。出会ったばっかなんですけど、あ、この人めちゃくちゃ素敵な人だな、気さくな人でって思ってたんですけど、ギターあ、すごいっすね。なんか狂気的なギターというか、あれやばいなってめちゃくちゃ思いました。で、僕が作った曲をですね、めちゃくちゃギター弾いてるっていう、この現実というか、 寝言の人だよねみたいな。あのミーダだよねあの人みたいな。僕からしたら普通にファンで知ってる好きなアーティストなんで。で、そして伊沢くんっていう。伊沢くんももちろんそうですし、そんな二人が僕が作った、僕と一緒に作った曲を人前でプレイするんだ、みたいな。そんなことってあるんだ、人生、みたいな感じで。強烈にまた、魂に刻まれる夜になってしまいました。 で、その FS がですね、すごくコンパクトでギュッと圧縮された空間だったんで、そんな中、激、こう、なんつうか密度の高い空間っていうか、激やばいことが行われている小箱みたいな状態でですね、非常にそれもエキサイティングでした。なので、こっからまあ、あの、大きくし、大きくしていくっていうか、広いくいろいろ発信していくっていう、それのなんかスタート地点だったような気がしていて、非常にエキサイティングな夜でした。 そ,そのことで僕はもうボロボロです。と <laughs> いうことでですね、えー、元気がないわけではなくて土日で力を使い果たしたのでボロボロだという意味でこういうぐらいのトーンなんですけれども、まあ、Vlog っていう感じで、えー、その週にあったことまた思う音楽活動についてですね、えー、音声でも残していくという文字通り。 えー、ビデオブログということで、えー、これは週に1回程度やっていこうかなということで、緩く続けていっておりますんで、ボロボロなんで、一刻も早く寝なきゃいけないんですけど、これ1回逃すとやらなくなっちゃいますし、まあ、今週はもうちょっとね、えー、過密なスケジュールというか、詰まったよ、あの、あれこれが続くので、今しか撮れねえということで、撮って即出ししようかなと思っております。 つうわけでですね。まあ、これのもっと裏話とか、もっと砕けた話とかはですね、えー、水曜日にですね、毎回やっているボブスレーラジオっていう生配信のトーク番組で、YouTube の中でね、やってるトーク番組でやろうと、話そうと思ってますので、えー、ぜひそっちもチェックしていただきつつ、今週の金曜日は、えー、深夜ですね、えー、ダルジャブステップクラブ、クラブエイジアでライブ出演しますんで、その辺もチェックしていただきつつ、 これからも僕の活動や、イけてるみんなの動きもチェックしてください。ということで、今週もお疲れ様でございました。ライブはいいですね。ほんと。なんかライブ最高みたいなことばっか言ってますけど、本当に最高なんで、いい時代に戻ってきたなという感じがしてますし、かつ生配信とかね、オンラインのこういう活動もコロナがあったおかげで始めることができたわけですから、うまいこと活用して、皆さんに面白い活動や音楽届けていきたいと思っておりますので、 引き続きチェックよろしくお願いします。また見てください。高評価、チャンネル登録、通知ボタンのオンしていただきまして、次の動画までお待ちください。そして、ワンピース、100、1051話で最高でしたね。まあいいや、その話は。また今度しよう。ということで、今週もありがとうございました。以上、星ゆうたでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。